ほんまに急にそう見えてくる。そういうチョコの襟の感じとしてはなんか襟と色の感じ。いや、ラグビーの T シャツじゃない。ボーダーが全部ラグビーの T シャツじゃないわ。ラコステ、ラコステ、ナマステみたいに。ラコステ、そうだよ。っていう、そういう最近面白い服よく着てるの。いや、面白い服着てるっていう、面白さじゃないよ。こんばんは。ボーダーが STU っぽい。確かに。あ、いや、父さんの服じゃないよ。私の服です。チェックより赤い服の方が見る。そうかな。そう、確かにおしゃれですか。囚人服じゃないよ。あ、改革家です。こんばんは。今日なんか画角がなんかおかしい。なんで？明日はジップ出ないです。そうなんですよ。あ、あの広島のちょい見切れてる。そうなんよ。こんばんは。スライリーがいい。スライリーちょっとあの立てかけておいた。こんばんは。さっきちょっとさ、あのお腹空いとる時にねツイッターしたけね、さらにお腹空きました。みんながさ最近食べたツイッターの写真、夜ご飯食べました。お弁当です。煮たやお弁当。食べ物の写真とか撮りますか、みんな。夜ご飯、夜ご飯とか食べるときって私結構撮るんよ。今日のご飯パシャって。こんばんは。たまに撮る。毎回撮らん。でもたまに撮る。外食するときは撮るかな。撮らない。でもなんか本当になんだろう、もうこれがどうしても食べたいって言ってここに来て、そのなんて言ったんかな、待ちきれんってか、ま、もう撮ることさえ忘れて食べるときはあるよ。確かに。こんばんは。たまにしか撮らん。こんばんは。ラーメンだけ撮る。なんで？あ、これを限定でね。上手に作れた時は撮る。あ、作るのね。あ、家で作るのは。そっか。撮ろうと思って食べちゃう。撮った後に思い出に浸る。映える感じのやつなら撮る。撮るん。え、なんなんじゃろうね。どうやったら撮るんだろう。なんか外食は確かによく撮るかもしれない。いや、撮り忘れん限りよく撮るよ私。なんで撮るんじゃろうね。なんでって言われたな。これだけ撮りたくなるぐらい美味しそうなご飯だったら写真撮るの難しい。あ、写真にこだわりすぎたら難しいけどね。こんばんは。こいほうこいほう。なんかよくさ、本当に美味しかったら黙ってしまうって言うじゃないですかね。え、言うよね。こんばんは。いや、あれってほんまだと思って
今日はすっぴんじゃないよ。あ、こんにちは、はじめまして。サラピのインスタにいつも感動する。確かにサラピはもうめっちゃ撮っとるだろうね。そう、こんばんは。夢中で食べちゃう、夢中で食べれちゃうじゃないか。最近それいやよくあるんですけど、毎回そうなんですよね。なんか、もう美味しいぐらいしか言わん。食リポ怖いな、お仕事来たら。こんばんは。辛いのいけますよ。なんだかいつからかね、辛いものがいけるようになったんですよね。なんでなんじゃろ。なんか、あ、まずね、キムチが食べれなかった、昔は普通に。なのにキムチがまず食べれるようになったこと、これがね大きいね、あの前進なんよ。どれぐらい辛いの、え、どれがさ、あの基準なんじゃろうね。あ、タコありがとう。こんばんは。わさびもね、実は食べれるようになったんですよ。なんと大人やん。ほんでね、そのこの前焼肉に行ったよ。でね、ちょっと聞いてほしい。なんか胃もたれするなって。あ、そう、ばあちゃんのね誕生、あのばあちゃんに誕生日を祝ってあげようと思って、ばあちゃんと焼肉に行ったんですよ。焼肉デート、2人で。はい、でそこでお肉を頼んで、で食べたんですけど、わさびがついてきて、え、これわさびって、お肉にわさびってなんでどうつけるみたいな感じで思ったよ。でそしたらばあちゃんが、いや胃もたれする、なんか油ぎっしゅなやつをね言って油ぎっしゅってね、そうで、あ、胃もたれっていうか、なんか油がこういっぱい乗っとるやつに、その何、こうわさびをちょっとつけて食べてみたら、なんかスッとね食べれるよって。しかもわさびの味なんか消されるよって。あー、なるほどねと思って食べたら、お、いけるいけるいけるってあのお肉が美味しいのいけるじゃなくて、あ、わさびがなんか食べれるみたいな感じの感覚だったよね。いや、これは多分ね、お寿司じゃ私食べれんと思うよね。そう、なんか、てかそのわさびを食べれるかっていうか、なんかお肉にわさびがもう打ち消されて、そう、美味しい、普通に美味しさに、うん、そう、いけるってなったよ。わさびは油で消える、そう、全然ツーンともせんし。最近もあのわさびじゃ行った時に、あ、食べれるようになりました、肉、ん、わさびを食べれるようになりました、お肉と一緒に。苦味、辛味、酸味、老化なの、老化なのこれって、老化したの私、口が。そうなのか。感覚が鈍った、もう鈍ってもうた。わさびとポン酢、え、待って、わさびとポン酢は相当さ油ぎっしゅな肉じゃないと無理じゃない。え、ツーンが欲しくなるんかな。
ばあちゃんとの焼肉との思い出、思い出。まずね、あのばあちゃん、その焼肉屋さんを予約しようと思って、でせっかくじゃけいいところの焼肉屋さん、ばあちゃんにごちそうしてあげようと思ったんですよ。で私が予約取ったんですよ、広島の焼肉屋さんなんですけれども。で、あの席に電話するときに、あのもしもしって、あの予約したいんですけどって言って、2人で予約したい、何日に予約します、何日だったかな、何日に予約したいんですけどって言って、で、誕生日デザートプレートみたいなのがあって、で、それをあの予約したんですよ、サプライズで。で、あのサプライズで予約したんですけど、それをこう2個ね予約したい。で、どん、あの30プレートっていう名前だけ書いてあって、写真が載ってなくて、で、まあ電話したんよ。そして、まあ2個予約しとって、まあ1週間前ぐらいに予約したかな。で、その1週間前に予約して、その3日前ぐらいに、すいません、もしもし、何月何日の 何時に予約したものなんですけれども、あの名前は貝なんですけど、あのここはいいんですよ、あの誕生日プレートを2個予約したんですけど、これ誕生日プレートってどういうものなんですかねって言ったんですよ。そしたらなんかケーキが何個か乗ってて、プリンもあってて、まあ結構ね大きいわけなんですよ、プレートが。だから、あ、これって2人だったら、1個でいいんです、1個で大丈夫なんですかねって言って、でそしたら、まあ、全然1個でも2人で十分、足りると思いますって。でそしたら、まあそれで、じゃあ1個にしてくださいって言って、まあ、当日を迎えますよ。で当日行くじゃないですか。で、ばあちゃんと合流して、もうお肉を食べるんですよ。で結構、食べたいもの食べて、ばあちゃんも頼みたいもの、まあ、ほとんど私が、好きなもの食べんさいって、何頼みんさいって言われて頼んだわけですけれども、まあ結構食べて、ばあちゃんも結構食べて、あーお腹いっぱい、あー苦しいみたいな感じでね、こうなってたんですよばあちゃんが。このあとデザートプレートが来るとも知らずに。で、そして、まあ、よく食べたわけですよ。よく食べ、あの、2人で食べたわけですよ。そして、ずっと待ってて、え、まだ出んの？まだお店出んの？この時間はなんなん？みたいな感じで、ばあちゃんがね、こう、私はデザートプレートを待ってるわけですから。で、こう、待ってて、はい。なんか、こう、2人でこう、謎のね、時間を過ごしたんですよ。でこっちとら、え、もう肉、お肉食べ終わったけどと思って、全然来んねと思って、なんかちょっと何店員さんを呼んで、でなんかこう目で合図したんですよ。なんか、え、何のことですかみたいな感じで、なんか、お客様どうしたでしょうかって、どうなさいましたでしょうかって、え、いやここでは説明できんよと思ってえ、サプライズってこうなのっていう感じでしょ、こっちからしたら。え、目で合図して、なんかみたいな感じで、もえ、お客様どうなさいましたか、ここで裏切りと思いましたもん。どうなさいましたでしょうかって言って、え、いや、あれをお願いしました、でもあれでも伝わらなくて、で、あれ、あ、すいません、別のスタッフを呼んできます、いや、もうどのスタッフを呼んでこられても困るわと思いながら、まあ、呼んで、でも言ったんですよ、もうデザートをよろしくお願いしますってそしたらばあちゃんが、デザートって何？みたいな感じになったんです。もうお腹いっぱいだけど、デザートって何？っていう感じで言ったんですよ。そしたら、いや、まあ来たらね、わかるけって言って見え見えのサプライズをするわけですよ。で、そしたら、ハッピーバースデートゥーユーって、こう、プレートがね、まあ、こういう感じで、ここ、ハッピーバースデートゥーユーって書いたのを、なんか、
私の方に向けておいたんです。いやいやいや、私がデザートプレートただの時絶対この目の前にいるばあちゃんに向けてやるやろと思いながら、いやいやいや、あのこのこっちあの箱の反対ですってやって、まあ、やりました。まあ、そしたら二人でハッサープライズって言いながら、ハッピーバースデートゥーユーって言いながら、丸遅くもバチバチなりながら二人でこう食べたんですよ。でそしたらもうえらい多いねって言ってくれとったら、お肉もねほどほどにしとったのにって言って、じゃあよく食べましたって言って何会計しに行ったんですよ。で私がご馳走して、でばあちゃんちょっと待っとってって言って、このレジにこのなんていうん、伝票みたいなの持ってってこれお願いしますって言って、で財布開けて財布見たらデザートプレート分のお金を用意してなくて、こうやって出そうとして、でどんどんこうお金が表示されるじゃないですか。これ足りんと思ってばあちゃん後ろでなんかガムかなんか飴かなんか選べるのに、でばあちゃんばあちゃんお金足りんって信じられん。いやねちょっとね、思った以上にデザートプレートが、まあ、2000円くらい、3なんかね何円くらいかねだったんですよ。だから私もちょうどこうなんてなんて言ったらいいか、こう2000円足りなかったんですよ本当に。だからその多分デザート分足りなかったんですよ。でもうこうやってデザートさ、あーちゃん足りんなんだけどでばあちゃんが「えっ?」って何言ったんって言いながら、もう全部ばあちゃんが出してくれて、ついでになんかお小遣いまでもらって、私が焼肉をご馳走してデザートのサプライズまでしようと思ったのに大失敗でしたって、これ初めて の人にしたサプライズ大失敗の大失敗の握手大成功とかじゃなくて、うん、それサプライズだよね確かに。あー面白かった。もうこれもこのね、この日一日本当にね、なんかね落ち込んだ、一瞬落ち込んだけど、その後笑いしか出てこんかったのと、もう全部報告しました、親戚に。いやおもろかったあの日は。えネタの、えこれ言ってなかったっけ、これマジで言ってなかった。あまあ気持ちが嬉しいのかな。そうなんよ、めっちゃさ素敵な日にしようと思ったんよ。まあ予約しただけかな、予約しただけ言ってないか、初知りなんか。いやーそうよ、もうおもろいよほんまに、涙流して笑われたわ何しやんって言ってから、もうってもうなんかもうありがと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 うってああ本当楽しかったけどね。いや私はもうね汗ですよ、もうデザートプレート来んしお金足りんし全然準備ができてない。いや持っとるんですかね、持っとるというかもう、いややらかした時の私の顔、お金足りんかった時の私の顔やばいよ。なんかどんどんもうさーってなるんですよ、こう何円何円って。最後にペッてデザートプレート分がねペッてポンって上がったんですよ。そしたらなんかみたいな、みたいになって、お金を、でもばあちゃんにお金を持ってきとるふりを、ふりっていうかお金を持ってきとるということを見せるために、ばあちゃんこれ大変なんだけどって言って、はい見せました。ヒヤヒヤです。みんなも気をつけてください。あデザートプレート何が正解だったのかな。なんかさそのデザートプレートはなんかあれにないんですよ、そう説明ないんですよ。
いや人生滑りすら、いや滑ったわ、滑ったわ、頭の中思ったより高かった。お手洗い行くふりして、いやそれがね、そう行くふりして言えばよかったんだけどね、そう全部食べ終わって気まずい時間になった時に普通にお手洗い行ったんですよ。でなんかまだこんなと思って、で2回行くのもおかしいし、で食べ終わってるからね、その時いや焦ったわ。最悪でした。予算確認してなかった、してなかったというか、そのデザートプレート分がなかったら全然足りたんですけど、まさかピョンと跳ね上がったので。そうじゃね、次はサプライズするときはあの電話の時点で聞きますわ、おいくらくらいですかというのと、このデザートはいつ、デザートプレート、サプライズデザートプレートはいつ、あのたのどういう段取りでって言いました。タイミング大事。カードですか、クレジットカード、いや使ってない。あ、こういう時のためにカードがあるんですよね。お金をちょうど下ろしてきたんですよ。クレジットカードっていくら使ったらいいか、いくら使ったか分からん。まあ、ばあちゃんがね、ペイペイ払い、電子マネーですね。デビットカードは持っとるんだけどね、なんかキャッシュ、あのちゃんとあれをお金を払ったっていうあれがないと、なんかちょっとあのなんて言ったらいいんだろう、無駄遣いになってしまうけ、孫の気持ちだけでも喜んだか。喜んでくれたか、よかった、よかった、喜んでくれたらよかった。喜ばない人いないレベルほんまに。おもろかったあの日は、隠しカメラでもあるかと思った。あー、それ以来焼肉のわさびを食べれるようになったという話ですよ。あのばあちゃんに勧められんかったら。ハートちゃんです。どこに話して投げとるって何、どこにつなぎとるって。あ、そうよ、わさび、そこ、私はそこ重要ですよ。もうなるべくこの話はね、そう、いや滑らない話な、滑らない、滑りますよ。いや長い振りじゃなく、
あれわさび食べれるようになったのフリじゃないけ。でもお寿司のわさびとかはつけれないですからね。あー、世界で一番感動したわさびトークだった。いやー、こっちはねもうハラハラですよ。いやー面白かったな。私のもう全部においてね、もう怪しげな行動だったもんね、ばあちゃんからしたら。確かに言ってくれとったらお肉ほどほどにしたのにって。まあそれもそうなんですよね、結構デザートプレート多くて。よかった2個頼まんでと思ったもん。2個頼んだらさらにお金足りてなかったですからね。え、デザートプレートって言ってもなんか1人1つってこと思ってたらね、違ったんですよ。ぜひみんなもやってみてください。ほんとよく気づいたよ。そうだよ、来年やってあげよう。またん、なんか最近瀬戸チャレでね、三期生ちゃん出たやつ、瀬戸チャレで、あの福ちゃんとトロサーモンの久保田さんと、なんか人生においての相談じゃないけど、そういうのがロケがあったんですよ。そこで広島の隠れ家焼肉屋さんみたいなところで収録だったんですよ。え、これ言っていいよ、言っていいよね、だって言ったよね私ちゃんと。そう、あれも焼肉のお店なんですけど、あの焼肉屋さん広島にね、隠れ家みたいなのがあって、いやそんなお店があるんじゃと思って、あ今日ヘラワンみたいだってありがとう。え、あれって広島に他にもいっぱいあるのかな、見たね、あんな店あるんじゃね。いや知らんかった、完全予約してか、なんか名前がなんか地図にもないし、あれにもないって言ってから、すごいなと思って。隠れ家どこなんじゃろあれ、まず分からん。あそこにあるよ言えんけど。いや知らんやん、ビップ御用達なんかな、地図にないお店だった。え、ちょっと待って、名前も忘れちゃった、名前忘れちゃった、何だったかな。ちょっと待ってよ、え、わかんない。家族、うん、絆、あ、住所書いてあった、こんにちは、システム、ギャラリー、和牛コンセプト、システム、足がしびれた、会員様としか訪れることのできない完全紹介用紙。年会費5,000円、月30人まで。いやだってすごいもん、紹介して。いや私も紹介して、誰か、私全然会員様、ロケしたのに会員様じゃない。一見さんはダメなのに、何一見さんって。高そうなんです、一見さん、コカはもう一見さんじゃない。
私入れる。知らない人はダメってことか。でも私知ってる人やけども、うん、あ、初見ですがダメな。常連じゃない初めてのお客様はダメってことか。股間の紹介で、いやいや私もさ会員じゃないきさ、え、もう大丈夫な、え、あれでいい、一回足を踏み入れたらもういい。まだコカーには全然、そうよ早いよ。まあ芸能人やし、芸能人でも会員じゃないよ。焼肉屋さん、じゃあみんなもさ、あの解雇官の紹介で来たんですけどとか言ったらどうなる？解雇官の紹介で来たんですけど、入れないですかって言ったら、そしたらもうダメや。あー、また解雇官かーって思われる。門前払い、悲しい。最近さ、あのカバンのポキから出てきたんですけど、これ知ってますか？ここのお店、京都の。幼児屋。幼児屋っていうお店。知ってる？そう、油取り紙。そう、油取り紙。そう、あのじいちゃんに、じいちゃんじゃないよ、あのじいちゃんに今油取り紙をあのあげたんですけど、まあ、ひいおじいちゃんなんですけど、あの修学旅行で油取り紙あげたんですけど、ひいおじいちゃんだから。ひおじいちゃんにプレゼントしたら、目の前におったばあちゃんが、いや油なんか出てないわね、カサカサじゃばいねって言ってた。ちょっとかわいそうだったけどね。いやいいか。でそれがね、最近出てきて、これ香水なんですよ。何の匂いかなと思って、めっちゃいい匂い。ちっちゃいんよこれ、わかる？もう親指、ほら親指でしょこれ、見て、めっちゃちっちゃいんよ。いや、じいちゃんの匂いじゃない。めっちゃいい匂い。うわ、顔にかかった。別に苦いわけじゃない、変な味はしません。いい匂い、石鹸みたいな匂いする。あ、なんか大人の匂いがする。あのきれいめな匂いがする。わかった？じゃあちょっと、で嫌な顔しちゃった。顔に出てる。やばい、もう石鹸みたいな味がします。何の匂いなんじゃろうね、石鹸。何なんじゃろう、大人のきれいめな匂いです。何の匂いなの。オードトワレ、オードトワレ。でもこれぐらいの量良くない？もう入れ物が可愛い。味はね、
ジーンって味。今使ったらもったいないね、せっかくあれなんで。こんばんは。1ヶ月でね、使い切る。確かに笑顔ですよ。ここはばあちゃんにもらった香水、どうしたん？そのばあちゃんにもらったやつはもう何年か前にもらったんですけど、それはもう全部使い切って、同じ匂いをもう一個買いました。香水は味見するもんじゃない。いや知ってるよ。今日のあなたはとても美しい。ありがとう。あ、どういたしまして。読まれてる心。香り気に入っとる。筋トレしてる？してる。してるかな？してるよ。してる時もある。今日内藤さんバースデー。え？マジ？お誕生日祝おう、ツイッターで。そうなん？あの内藤さんがバースデーですか？マジ？ツイートし、じゃあせっかくじゃっけ。あれれれれ、待って、今写真が読み込めん。内藤哲也さんよね。え、合ってる？写真。写真写真。内藤哲也さんはカープの、あの、それゆけカープ、オーロラビジョンに映るあれあるじゃないですか。あの収録の時にちょうど一緒だったんですよ。で、内藤哲也さんが前半で、私が後半を誕生したんです。え、内藤哲也さんの誕生日だったよね。そういえば6月って言っとったね。あれ？写真読み込まれんのやけど、どうしよう。はい、内藤哲也さん、お誕生日おめでとうございます。プロレスの内藤哲也さん。スペイン語だったら喜んでくれると思うよ。え、そうなん？トランキーロアッセンナよ。トランキーロ、トランロ、トランキーロで出てこんかな。トランクイーロだっとる。こんばんは。
ロスインゴベルナブロレスデパハッポ、40歳なんですか、すごい。トランキーロ、アッセンナイ、アッセンナよプロレスって送る、スペイン語、スペイン語、誕生日おめでとう。Feliz cumpleaños. 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 ちょっと上手いかも私。ちょっと待って、上手いかも私。どうやるんやろ、スペイン人かと思った。これ誕生日おめでとうらしい。フェリースコンプレアニオス、フェリースコンプレアニオス、何なんか、そうなん、え、スペイン語これ合ってる、びっくりマークを文の頭とお尻の2箇所に、しかも文頭にびっくりマークを逆さにするんです。ネイティブの方でも SNS では文頭を省くことありますが、正式なスペイン語で応援のメッセージをもらうと嬉しさがちょっと増しますね。だってフェリーズコンペアニオス、ちょっと待って、よし、これでお祝いします。え、トランキーロもあっせんなよって意味ですか、へえ。焦んなよ、トランキーロ焦んなよ、いきます、ツイートをしました。このね、内藤哲也さんすごい優しくてね、代謝がいいです、代謝がいい。いや、なんかね、それを言ってたんですよ、なんか自分で、同じ同じ部屋にいたんですけど、内藤哲也さんの代謝が良くていっぱい汗かいてました。内藤哲也さん暑いですかって言ったら、したらなんか何だったっけ、俺代謝がいいからって、代謝がいいから、でも普段でもこうですって、あ、そう、フルネームでずっと呼んでます、内藤哲也さんって。いや、私は汗だくじゃないです。
かいっぱい歌ってたからだと思うんですよ。やばい、なんか肩が痛い。筋肉ついてるっけね。鈴木福さんは5日前に19歳に、ちょうど今は同い年だ。かぶる時期があるんだ。肩が痛い。めっちゃカチカチなんやけど。来た来た、タランキーラ。ココアはあんま汗かかないの。めっちゃかけますよ。連投してない。肩こりが、めっちゃ肩こりがして、肩こりしてます。大丈夫、その若さで肩こるん、なんかね、あれがあれなんかな、あれが荒れてたら姿勢が悪いんかな。本当に姿勢が良かったら、あの、あれじゃないですか、しないから、肩こらないから。ねじまさんの神主がココアの方、何おみくじ引いてますにはココアの方、カチ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 。そう、マッサージ機持っとるんよ。でもこれここに全然効かんないよね。今日入念にストレッチするわ。スマホを見るとき下向いて、いや、それがね、私スマホ見るときはね、ちゃんとね、姿勢をこうこんな感じで見てますよ。こういうと、こんな感じとか、こうやってスマホ見たい。これがいいか分からんけど、あ、下を向かないように。逆に姿勢悪いんかな。ああ、もう今日もよく頑張った。この後お風呂に入ってよく寝るので、そろそろ配信終わります。え、逆に近くないのかな。でもなんか良くない感じする、するする。え、めちゃめちゃ暑い。なんか俺入って寝ます。今日もお疲れ様でした。はい、眠気スイッチもオンで、やばいやばいやばい。ランキング読みます。13位クルト、12位、コニョ、11位サージカル、10位マキマキ、9位ナッシー、8位マキマキマッキー、7位バオバブ、6位ユウキ、5位ライトニング、4位ポクレンパサラン、3位ポッポヤシマちゃん、2位スバル、1位はウラベー。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見てくださりありがとうございました。楽しいお話でした。今日も一日お疲れ様、明日も頑張って、バイバーイ。